皆さんこんにちは。ビーレジェンド管理栄養士の布目です。今回もテーマに沿った食べ物をコンビニで管理栄養士目線で探して、皆さんにご紹介するというのを、していきたいと思います。では今日のテーマは何でしょうか。300円以内で肌荒れした時に食べたい食べ物。なるほど、女性がこれ嬉しいテーマですね。いけると思います。それでは早速買っていきたいと思います。行ってきます。それでは買ってきました。ではご紹介したいと思います。1つ目、じゃん、牛乳です。 200ml の牛乳を、だいたい110円ぐらいですねで買ってきました。なぜ牛乳かと言いますと、牛乳にはビタミン B2 が多く含まれています。ビタミン B2 というのは肌荒れに良いと言われている栄養素なので、ビタミン B2 の多く入っている牛乳にしました。では2つ目、ベリーのミックスになります。110g 入って、だいたい240円で売ってるんですけれども、その3分の2の量にしています。だいたい160円ぐらいになるかと思います。ベリーはですね、ビタミン C が多いんですけれども、ビタミン C はですね、抗酸化作用もありますので、まあ、老化にいいと言われている栄養素になります。コラーゲンの生成もね、ビタミン C してくれますので、肌が荒れてる時というのは、このビタミン B2 とビタミン C の多く入っている牛乳とベリーのミックスですね、こちらを食べていただくといいのではないかと思います。それでは今日は肌が荒れた時に食べたい食べ物をご紹介させていただきました。ぜひ皆さんもお試しいただければと思います。またこのテーマに沿って買い物をしてきてほしいというものがありましたら、ぜひコメント欄にご記入いただければと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。